はテイと旅行してます。どうも。今から行くとこどこか言ったって。水木しげる記念館です。イエーイ。なので今ちょっと妖怪が溢れてる境港に来ました。なんかレゲエのところに行きたかったら0番線に行くんやって。めっちゃもう妖怪な感じ。レッツゴー。おかしいな。米子駅はネズミ男駅という愛称名があるのよ。これからわしらが終点まで各駅を紹介すると楽しみにしておるのじゃぞ。次は安くやりやかったので、電車乗ってバス乗って電車乗ったんやけど、いくらやったか言うて、ホテルと交通費と16,600円。はい、一人そんな感じでございます。はい、はい、で、早朝から来てまして、今ものすごくお腹が空いておりまして、はい、はい、なのでですね、ちょっと見てくださいね。髪の毛がありがとうございます。逆にあかんやつや。 ありがとうございます。で、今こちら境港に着いてるんですけども、境港は日本有数の港が有名なところというか、ちょっと何魚食うみたいな、海鮮ですね、寿司うまいんちゃうみたいな感じで、今から最近できたばっかりの寿司カバという日本海側にしかあまりないチェーン店に行こうかなと思ってます。そこが安くてうまいということで行きます。かわいい、歌ってんな。オブジェが死ぬほどあります。30周年なんや、水木しげるロード。へえ。あの水木しげるさんが境港出身ということで、ここが水木しげるを推してる町になってるらしいです。怖っ。ちゃんと怖い妖怪もいるんよ。うわ、これはやばいな。この下の子絶対登ってこられへんや。逆にお前これだ、なあ、挟んでるだけでよう耐えたな。すごい。多分もうこれ水木しげるロード始まってるよな。一旦ご飯食べるんで、ご飯の後に記念館水木しげるロード、あとあの妖怪神社っていうのがこの辺にはあるらしいので。若者、これ似てる似てる。ちょ、本人のやつあるで。見て、怠け者になりなさいやって。目めっちゃ怖いんやけどめっちゃ怖い銅像。うわ、あっこ、ええー、なぁ、団らんで座れるやん。世界の妖怪やって。え、めっちゃいい街やん。なんか急に友達いっぱいみたいになった気持ちだな。真ん中に座ったら景色調子いいみたいな。私はこっち側に着くわ。ペイに一番似合うこれ、こいつか。こいつの名前はバックベアード。アメリカの人です。この上のライトもいい感じです。夜絶対光るやん。絶対怖い。怖いですね。めっちゃ子供の泣き声がすんねんけどさ、そこに行ったら妖怪やったりしたな。寿司カバはね、あの海洋町に鳩の場ってなんか行きましたか。新しいところ、あの柿の食べ方ってあそこにあるんですよ。ここが寿司カバなのかな。全然寿司カバとは書いてる。書いてた。うまそう。全部入りまーす。こんな感じでフードコートと寿司カバ。大トロ食いたい。780円か。まあありですわな。島味食ってみたいな。そういえばこれが地元のものですみたいな。赤線入ってるやつか。ただ地元のもの食いたいな。エビ安い。すでに合計が分かる。最高です。レディースセットとかは無駄なく頼めるかもしれへんな。おまかせ八貫盛りやからな。しかも茶碗蒸しと赤だしもついてる。これにしといてよかったかな。ミスったな。ミニマリストとして一生の格です。
レディースセットはあのタブレットに入ってへんからポートを頼んでって女性限定って書いてるから。これか私のやつ。え、すごい、なんか筋がすごいな。せやな、これお祝い応答やな。何に対してお祝いしような。そして生エビちゃんです。あとアラ汁黒いな。何から食べてほしい。エビです。ブリンブリンです。アラ汁来ました。アラを足すやつも来ました。うい、では次に島味いただきます。こんな感じやねんな、マジで食ったことない島味。うわ、初めての味する。コメントに困るな。今さ、アジに似てるようなっていう人なってけど、島味やから食べるよな。魚っぽさが強い。こちらが噂のリリースセットです。マグロ、サワラ、サワラ、ブリ、サクラダイ、サンゴ、エビ、ツブガイ。K が嫌いなサーモンは入ってるので、私の島味とトレードします。はい、K、はい、が島味食います。はい、ほんまに昆布だしで大トロを食べようかなと思ってます。お祝い大トロ。とろけるね。しみ醤油でもかけてみます。昆布だし醤油がめっちゃうまい。うわ、具沢山やな。あら汁具沢山。あらではないな、もうもはや。うま汁。やるじゃないか。あのサーモンこのまま食べたんじゃない。うまい。だってレディースで変わる餅ついてないけど。大丈夫です。ありがとう。うわ、レディースセットええかったな。キラ茶碗蒸し、茶碗蒸しです。すごいな、これでレディースセットめっちゃ安いな。うん、安いな、めっちゃいいやん。あの全体的にうまいってなるよりは、うまいってなるような味やね。では絶対うまいって分かってるサーモン食べ比べして終わりたいと思います。ごちそうさまでした。めっちゃお腹いっぱい、量が多い、安かったです。レディースセットおすすめですよ。いや、ほんまにレディースセットにしたらよかった。レディースセットあの量であの値段女って優遇されるよね。はい、では徒歩4分歩きましてですね、ついにあのゲゲゲの記念会に行ってこようかなと思います。はい、行ってきます。この辺は全然あれやな、妖怪出てこうへんな。いい感じにのどかやな。はあ、水木しげるロード、こっからじゃあ約 800m 進むと水木しげるロードってことか。記念館は分からへんねんな。はい、水木しげる記念館ございました。なんかリニューアルオープンしたばっかりでちょうどいい感じでございます。業界目玉親父食品研究。あー、目玉食べる感じ。あんこ入ってるからまんじゅうやな。グロいです。あ、中のマネキンたちちゃんと怖かった。ほんまや、うおー、すげー、でっ
か、水木しげる記念館。鬼太郎の家、1泊300円、妖怪専用2000円。